全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらはデザインネックレスです。コットンパールや天然石を使ったデザインです。ご紹介していきます。こちらの2点はデザイン同じ感じなんですが、天然石が違います。そしてトップの部分は2点ともこんな感じで同じです。大粒のコットンパールの頭に、どんぐりみたいに猫ちゃんの耳の帽子がかぶってます。576番。ネック部分の天然石はブルーアゲートと、そしてコットンパール、ラベンダーメジストです。577番。ネック部分は水晶のラウンドカット、そしてコットンパールとオニキスです。モノトーンな感じが素敵です。どちらのネックレスもカニカンでセットしアジャスターがあります。575番。トップの部分からアップで撮影します。こちらヒョウ柄なんですけど、素材はシェルです。そして先端部分の小さな天然石はカーネリアン。ネック部分を撮影していきます。カーネリアンと、そしてファイアーゲートです。オレンジ系で素敵です。またチェーンと一緒に革紐を使って仕上げてあります。こちらもカニカンでセットしアジャスターがあります。お店の入荷情報ページは動画内に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。また、ノロペコでは布雑貨、アクセサリーなどの委託作品も常時募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。詳細はひらがなでノロペコで検索していただいて、お店のホームページをご覧ください。